それではコーナーの方に参りましょう。はい、一押しマンデーネタナイト。このコーナーではテーマに基づいた3組に今一押しのネタを披露していただきます。今日のテーマ、NSC 卒業後即オーディション合格、期待の1年目コンビでございます。すごいな、だってもう一発目のオーディションで受かったってことですよね、多分これって、うん、そういうことですね。これはすごいですよ。先日 NSC 卒業1年目の44期生、が初めてオーディションに出演したんですが、なんと早速6組。これはすごいことですよ。激戦ですからね。優秀？優秀ですよ。合格したということでございますね。その中から3組のコンビにネタを披露していただこうということでございますね。はい、来月か、来月末にね、もう現役生のあ、そっか。3日間あって、我々3日とも MC させていただけるということでね。すごい早いですね。うん、お互いの方はぜひぜひね、はい、そちら配信も ありまして、劇場でもチェックしていただきたいと思いますが、うん、そんな NSC を卒業して、今日は1年目の優秀な3組見ていて、聞いていただきたいと思います。はい。1組目いきましょう。1組目は NSC44 期生、芸歴1年目のインダス・ガンダスでございますね。はいはいはい。ボケの影とツッコミの岡田からなる、はい、テンポのいいやり取りが特徴のコンビということでございます。はい、それではネタの方からお聞きください。どうぞ。どうもどうも、インダスガンダスです。お願いします。お願いします。学生時代を振り返るとさ、なんか部活動のことが一番記憶に残ってたりせえへん？確かにな、俺とかサッカー部やったから、青春時代はサッカーにかけてたけど。そうやろ、お前何部やったん？俺は帰宅部やけど。部活ちゃうやろ。帰宅部のこと部活って言うな、お前。そろそろな、帰宅部が学校の中心的存在になってもいいと思うよ。もうええけど、難しいやろ。あの校舎にさ、部活動の垂れ幕がかかってたりするやんか。あそこに帰宅部のことも書いてくれていいのになと思うよね。あの全国大会出場みたいなやつ。祝全校生徒安全帰宅。そんなちっちゃいことで祝うなよ。当たり前すぎるから。帰宅部だって頑張ってんのよ。帰宅部に頑張ってるとかないねん。サッカー部とか野球部とかが毎日練習頑張ってるとか言ったら分かるけど。俺らも毎日帰ってたよ。ただの帰宅や、それ。みんな帰ってんのは帰ってるから。そうか。そういうことじゃなくてな。サッカー部の俺とかで言ったら、一致団結っていう四字熟語をスローガンに掲げて全国大会出場を目指してたとか、こういうのやろ。なるほどね。帰宅部にもスローガンを作ったらいいんや。帰宅部にスローガンいらんわ。集団下校。あれ、四字熟語にせんといて。みんなで帰ってるだけ。あとは電光石火。早そう、早そうやないねおい。帰宅部っぽいか知らんけど。縦横無尽。なんかうろちょろしてない？帰宅部は寄り道へとまっすぐ家帰れよ。華麗なステップで帰るからね。ステップ知らんけどお前。じゃそもそも帰宅部は部活じゃないって言ってるやろ。学校側がもっと帰宅部に力を入れてもいいよね。どういうこと？帰宅部推薦の特待生。スポーツ推薦みたいなこと？特待生とは何やんのそれ。特待生は交通費免除。学費免除的な、もうええわ特待生とか。あとは海外からの助っ人留学生を呼ぶ。そんなわざわざ呼ぶなよ。留学生は俺らと比べてガタイが違うからね。帰宅部にガタイ関係ないねお前。帰るだけやねあいつら。満員電車で体幹ぶれへん。あ、体格の無駄遣いすぎるわおい。もちろん実家から通ってもらうけどね。おい、交通費バカならんやろお前。じゃそういうことじゃなくて、ガタイとかも関係ないし、そもそもうまいも下手もないやろ。優秀な帰宅部員はゾーンに入れる。ゾーン？うん、あのそう、スポーツ選手とかが極限の集中状態に入った時にパフォーマンスが上がる、あれ。それよ。帰宅部のゾーンってなんやねんおい。駆け込み乗車をする時の閉まっていくドアが止まって見える。なんかしょぼない。まあ俺は現役時代挫折してもうたから無理やったけどね。帰宅部に挫折とかもないわ。だから俺はプレイヤーを諦めて他校の偵察部隊に回ってたんよ。偵察部隊、うん、何しに行くねんそれ。普段乗らん電車の路線で遠回りして帰って他校の生徒の乗車マナーをチェックしたり。無駄なことすんなおい、うん、帰宅部は遠回りせんとまっすぐ家帰れって言ってるやろ。俺らは青春時代を帰宅にかけてたのよ。恥ずかしない、そんな言うて。青春かけてた、うん、一番の思い出なんやねん。夏場に乗るジャックレーシャー暑すぎる。あ、思い出薄、萌えは。どうもありがとうございました。はい、お疲れ様でございました。すごいね。うわ。浦本さんが2人喋ってくらい流暢でした、ね。言葉数が。すごい。人髪もなく。0年目ですよ。だから、まあ、実質 NC 出てもうこんな5月ですから。1年目2ヶ月ですからね。1年目2ヶ月でややこしいから。2ヶ月ですから。ということでございまして、改めまして本日のゲストはインダスガンダスのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。
すごいね。もともとどっかでやってたんですか、お二人は。僕たちは大学時代に落語研究会に入ってまして。そうよな。まあ、ちょっと漫才したりとか、落語やってました。大学の同級生なんですか。中高大ですね。おお。運命感じるね、それはなかなか。今も一緒に二人で住んでます。気持ち悪い。それはちょっとキモいかな。キモないでしょ。キモないですよ。仲良しだよ、もうずっと。じゃあほんまに親友というか幼馴染みたいな感じ。遊んだことは一回もないです。キモいな。ちょっとキモいな君ら。入ってから二人で飯初めて行ったりとか。何そう、あずきちゃんみたいなこと。知らんやろけど。知らんってアニメね、昔やった昔やった。龍之介くんとあずきちゃん、あずきちゃんみたいな関係なの二人は。あずきちゃんがちょっと、多分そうだと思います。絶対ちゃうもんな。初のオーディションででも合格っていうことでしたけど、どうでしたか、やってみて。いや、めちゃめちゃ緊張して、でもなんか思ったよりその受けが良かって、気持ちよなりすぎて、僕あの普段のセリフの倍ぐらい喋ってて。今でもだいぶ多かった。これよりもっと喋ってました僕。長々と長々と。はい、すごいな。相方さんはどうですか。あ、僕もめちゃくちゃ緊張したんですけど、まああのこいつがふわふわしてんのもその分かったんですけど、僕のツッコミフレーズを待たずに次のフレーズ行って、でどっちも譲らずに次受けたいからね。それがおもろくて受けてたんじゃん、もしかして。新しい形の漫才。あいつ早ない。あいつ言葉してるぞって。去年の M1 は影が3ユニット1回戦突破という情報を書いてるんですけど、これどういうことですか。うん、このコンビと別に、あとユニットで同期のこと出させてもらいまして、うん、3組1回戦突破させていただきました。すごいな。はい、ありがとうございます。めちゃくちゃ変なことやけどな。どう思うそれ。相方はさ、どう思うのそれ。僕ら最初にやったんですよ。本祭ですね、僕が。だから、1回最初にやって、それが落ちちゃって、で、その後に、ユニットが2組受かって、で、再エントリーで僕やったんですけど、1回戦受かっただけで泣いちゃった。で、大泣き。嬉しい。やばかったんすよ。きつかったっす、マジで。見てられなくて。より戻せる的な。助かった。でもやっぱしっかりこうしてるね、うん、奥さんとこに最後戻ってくって恋愛とかでも言うじゃないですか。うんうんうん、だからその2組を経験して、やっぱりそのお前がええっていうことで、多分今またね続けてこの合格にも至ったわけですからね。他のコンビの方がウケたんすよね。そんなこと言わん。そんなこと言うね。俺も知らんけど、なんかまとめようとしてんねん。他の子気持ちよすぎて。お前すぐ気持ちようなるやんけ。ハゲちゃんよ。いや、すごい。でも優秀ですよ。すごいね。じゃあ次がサバイバルステージ。はい、7月にサバイバルステージ。サバイバルステージで、はい、合ってるかな。そのまでの間になんかライブとかあるんですか。僕らはないです。あ、メッケモンとかそんなんももう、メッケモンがまだちょっとエントリーがまだで、あ、関係者のがまだ出てなくて。なるほどなるほど、わかりました。じゃあツイッターとかインスタとかはやってるんかな。はい、やってます。じゃあインスタ、あと YouTube もやってます。ね、インダスガンダスの影と岡田で出てくるかな。あ、はい、SNS はそれで出てくると思います。はい、出てきます。わかりました。で、YouTube はインダスガンダスの何チャンネル？インダスプラザという名前でやらせてもらってます。ちょっとなんですね。いや、いいのよ。もう かっこよくなるから増えていったら、それが名前も。プラザ気に入ってるけどね、すでに。いい、かっこいい。ぜひ皆さん、SNS、YouTube と、はい、チェックしてあげていただきたいと思います。サバイバル頑張ってね。ありがとうございます。はい、はい、ということでインダスガンダスでした。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、バイビー。
晴らしい。いやすぐ受かってるからちょろいなってなってるじゃん。いやそんな嫌な感じじゃなかった。だいぶ高青年やったで。僕らなんか何年かかって。いやいやそれは俺らに才能がなかっただけ。彼らは才能がある。すごい。お前こんな下の経歴の子に嫉妬すんなよ。嫉妬したわ。才能に嫉妬した。才能に嫉妬すんなよ。恥ずかしい。いやこっからですからね。楽しいもう明るい未来ですね。しね。ということでこの辺りで一曲聴いていただきましょうか。はいリクエストでございますね、うん、こんばんは、こんばん、最近動物を飼いたい欲求がすごすぎて、うん、毎日、毎日 YouTube で猫を見てます、はい、うん、猫アレルギーで飼えないんです、何なの、けどお二人は飼うとしたら何派ですか、はい、ぬくもりが欲しい日々です、それではと、なかなかヘビーな、まあ、何派、まあ、犬猫以外でもまあ何でもいいですけど、なんか飼ってみたいペットとかありますか。一回あのマイクロブタ欲しくて、おわ、はい、うんうん、であのマイクロブタのカフェ行って、うん、で、買おうと思ったんですよ。はい、マジで、はい、うん、ほんなら半年待ちってなって。え、そんな人気なんや。果たして半年後僕欲しがってるかなと思って。そんな熱量でまず買おうと思うのよ。お前みたいなやつがな、野外に放流してな、外来種問題が起きんねや。いや、もうあんなこと絶対したらあかんや。お前みたいなやつがな、外に出して、ほんで、虫とかそういう感染問題も起こるんや。めちゃくちゃ YouTube 見てんな、なんか。お前みたいなやつがな、これ誰やったっけ、それもう気づいてくれ、チュートリアルさんや、これ。チュートリアルさん。出てこうへんな、お前。だからお前はもう1年目の子に抜かれんねや、お前。嫉妬すんねん、お前。嫉妬しかない。これ俺も2発目ぐらいでもう亡くなったから、お前みたいなやつはな、その案が。あれも最強の面白い漫才。そうや。私はね、最近家アマガエルにハマってるんで。家アマガエル、かわいいんで。外アマガエルもおるんすか。いや、どうなんやろな、うん。めっちゃゆっくり動く。ちっちゃい家アマガエルっていうやつ、よかったらチェックしてみてください。うん、ということで、はい、アコさんからのリクエストでございます。はい、ジャスティン・ビーバーで、ベイビー。ウエストサイドジャンクラフネクストでは、ラフっ子の皆さんからのリクエストもお待ちしております。はい、メールアドレス、小文字で wsjl@esfm.jp にメールを送るか、ツイッターでハッシュタグ、カタカナでラフネク、こちらでつぶやいてください。お願いします。2組目参りましょう。2組目は NSC44 期生、芸歴1年目のナックラー。ナックラー。でございます。はい、ボケのゲンとツッコミの優雅からなる、無駄に熱い松岡修造的な熱血コンビ無駄に熱いということでございます、はい、それではネタの方からお聞きください、どうぞ。どうもどうも、ゆうがとげんちゃんでナックラと申します、お願いします、よろしくお願いします。無駄に熱い、げんちゃん元気が一番。あ、そんなげんちゃんと一緒に今日は、あ、僕がバラエティ番組のMC をやったときに、いろんなゲストの方と上手に絡めるか練習したいねんけど、できるかな、できる気しかせん、頑張っていきましょう。さあ始まりました、今日もね、いろんなゲストの方がいらっしゃってますからね。どうも大御所俳優です。大御所俳優の方ですね。大御所、最近テレビが忙しくってさ。お忙しいんですか。大御所、家族サービスができなくてね、神さんがカンカンに怒っちゃって、大御所困っちゃうよ。お前大御所じゃないやろ。ね、その一人称大御所の大御所の人見たことないですよ、それ。大御所こないだ激辛大盛りラーメン食べるロケ行ってさ。大御所ちゃうやろ、おい。それ若手しか行けないロケなんですよ、それ。なんなんだ君は。え？僕が今喋ってるだろう。はい。この業界で生きていけなくしてやる。めっちゃ大御所やん。このスピードでこの感触、大御所しか起こせませんよね。こんにちは、春山瑞希、俳人です。あ、次のゲストの方ですね。お仕事は俳句の先生しています。俳句の先生の方で、今日ここに来られてほんまに嬉しいわ。喋り全部五七五や。これと俳句やりすぎて普段の会話が俳句に持っていかれてる。自己紹介してもいいですか。アイドルの方もいらっしゃいますね。私たち3人合わせて、法で裁けないアイドル、違い法権です。そんなコンセプトあるか、おい。法で裁かれへんアイドル怖すぎるんですけどね。ちょっと今日はあの、今日のトークテーマなんですけど、最近ハマってるものですから、ゲストの皆さん何かございますか。僕は盆栽だね。大御所ですね。じゃあちょっとその盆栽の魅力教えてくださいよ。植物もやっぱり命だから。命ですから。こいつが生きるも死ぬも僕が握ってる思うと、
興奮しちゃってさ、大御所かどうかの問題じゃなさそうやわ。サイコパスすぎて怖いんですけど、それ。そうだ、はい、せっかく俳句の先生がいらっしゃるんだから盆栽で一句読んじゃおっかな。あ、まあそれはね、いいんじゃないですか。盆栽を、はい、めでるひととき、お、至福かな。なるほど、じゃあね、ちょっと先生、添削の方お願いしますよ。こんな俳句を読むために吐かれた二酸化炭素を吸収しなければならない植物がいると思うと残念です。めっちゃ言うやん。五七五忘れるぐらいお怒りなんですか。特技披露してもいいですか。あ、アイドルのね、何でもない特技をさばけてこそ名 MC ですからね。私、実家が漁師やっていたので、はいはい、魚を取っていいギリギリのラインを攻めることができます。あ、特技しっかりしてるアイドルや。めっちゃ聞きたいわ、その話。何。私も特技あります。あなた何ですか。私は絶対にバレない無賃乗車の方法を教えられます。大丈夫大丈夫。この子ら法で裁かれへんアイドルですね。モノマネできます。アイドルのモノマネをちゃんと裁けてこそ一流の MC ですよ。オラしんのすけだぞ。他のメンバーと仲良くできてる。一人だけ。あのモノマネなら私も。いや、俳句の先生自分からモノマネすんな。おい、この番組めちゃくちゃやないの。よっしゃ、完璧。どこがやねん、もうええわ。どうもありがとうございました。あ、お疲れ様でございました。軽妙でした。軽妙って言うんですか。軽妙でした。ラクラも何回もね、劇場とかで会ったりしてますけれども。ということで、改めまして、ラクラの2人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、面白いし。あのアイドルの方の特技に対してかなり厳しいお二人なんだなという。そのゲンちゃんのな、うん、そのボケもさることだから、はい、その優雅のアイドルの何でもない特技さばかなとか、結構アイドルだけめっちゃ刺すやんと思いながら。アイドルだけがっつりいくから、ね、大御所とかの時そんな言ってなかったのにな。いや、まあまあもうね、もともとやってたんですよね、だからもあのお二人はね。そうですね、我々も落語研究会でやらせてもらってました。ミルクボーイさんもそうやしね、はいはいはい、花曲さんとかもすごい。どこの大学やったっけ。僕らは、関西学院大学の落語研究会で。関学なんですよ。あ、賢ですよ。賢だ。賢がアホの発言やもんな。賢やんね。賢っていうワードがもうアホやもんな。俺自分で言うと思ったけど。うん、どうでしたか。でも一応ちゃんとプロとしてこう、今まではね、言うたらサークルっていう感じだったと思うんですけど、うん、プロの舞台で、まあ、お給料もらったりとか、人前でお客さんの前でっていうのはどんな感じでしたか。あ、いや、ちょっと緊張するレベルがちょっと話かぶっちゃうんですけど、緊張めちゃくちゃしちゃって、本当はこの出てくるときどうもってめちゃくちゃ大きい声で出るんですけど、うん、それを利用して緊張を拭い去ってジェットコースターで大きい声出して緊張を和らげるっていう。いや、今緊張してる。急に小声になってきてるから急に元気じゃなくなった。予定ではから喋り出そうと思ったんですけど、はい、僕が緊張で何も出てきませんでした。びっくり。いや、もう緊張せえへん。何回も会うてるやん。なんかなんや、いろんな番組 NSC からのやつが舞台でもさ、はい、会うてるし、うん、はい、でもまだやっぱ緊張しますね。まあリモートっていうのは確かにな、ちょっとやりづらさもあったりするかもしれんけれども、はい、その緊張までも、可愛いと1年目なんで思っていただいて。勝手に思うから。言うたら可愛くなくなる。押し売りはやめてくるよ。可愛げの押し売りはやめてくるよ、それ。ナックラもじゃあまだ決まってないんか、そのサバイバルステージ以外のやつって。そうですね、決まってないです。僕らも同じで、メッケモンのエントリー今月ちょっとダメだったんで、また来月出れるようにちょっと頑張ろうかなという感じです。試しときたいですよね。そうやな。でも、そのサバイバルステージまでに試すところはあるんやんね。いや、そのメッケモンにエントリーできないと試せないんで、でエントリーしに行かないと。だからやっぱりネタは試しときたいんで、そのいいよって言われてなくても、いろんな劇場に勝手に行こうと思います。いや、でもほんま、そうか、それちょっとあれやな、何回かやっぱ、うん、逆に言うと全部新ネタに見えるからね、良いっていう良さもあるかもしらんけど、うん。いや、体がな、ちょっとなんかやっとかな、ちょっと怖いよな。
はい。そうですね。いや、そうか。多分家じゃネタ合わせできないですもんね。あの、ね、声量は。どこ、ネタ合わせの時どうしてんの、それこそ。これが家なんですよね、はい。家なんですよ。たまたま僕の家がシェアハウスなんですけど、3人で住んでてリビングが広くて、でたまたま隣の部屋がない家を入れたんで、で階も最上階なんで、どこに声出しても誰も何も言ってこないんで、ずっと大きい声で喋ってます。それまあそうやんな、いきなりその声量では舞台でも行かれへんもんな。1回ぐらいはちょっとネタ合わせでも8割ぐらいではやっときたいもんね。いや、さすがにうるさいんですよ。いや、そうやろうね。一番近くで聞いてもな。僕相方の側のその耳の方に多く耳垢がたまるようになってきました。防ごう防ごうと体が生理的にしてんのか。いや、面白い、ちょっとこれは期待です、大ですからね、うん、なんかSNS、Twitter とか Instagram とか YouTube もやってる？やってます、はい、やってます、うん、Twitter、Instagram は、お互いナックラスペースユーがナックラスペースゲンで出るのと、はい、YouTube が、実はナックラという YouTube チャンネルがございますので、はい、ぜひとも、はい、ご覧いただければ幸いです。はい、お願いします。そう、実はナックルズ的なことでなんかいろいろやっていくんですか？いや、とてもハッピーなチャンネルになってます。裏話とかじゃなくて。裏話とかな、なんか反社会勢力のとかと思ったし。1回目の動画は僕と相方が2人でねるねるねるねを初めて作ってはしゃぐ。僕が実はナックルズにかけてね。ポップやな。ポップ。いや、ぜひ皆さんチャンネル登録とね、チェックしていただきたいと思います。はい、うん、ということで、ナックラでした。ありがとう。ありがとうございました。バイバイ。いや、いい。ナックラも優秀ですから。優秀ですね。現役の時からね、もう。はい。ね、うん。ということで、このあたりで一曲聴いていただきましょう。はい。これ、ベップ君が選んだということで。これ、僕が選ばせていただきました。うん、昨日、大学の方に行かせていただいて。学祭でね。はい。うん、で、ヘンダーソンさんと僕らで行って、うん、僕ら、ヘンダーソン小安さんが、パッと見つけたのが、うん、Do As Infinity さんのサインだって。うん、そう。それでも3人ともめちゃくちゃテンション上がってね、うわーってなって、はい、でそれでこの曲を選んだんですけど、初体験っていうドラマの主題歌ですね。お前コクルとか絶対言うなよ、お前も年代バレるぞお前、ドラマで水野美紀さんのやつですね。はい、聞いてください。Do As Infinity で日の当たる坂道。さあ、ラスト3組目でございます。はい、3組目は NSC44 期生芸歴1年目の竹虎でございますね、うん、はい、ボケの岡本とツッコミの高岡からなる変幻自在な技巧派コント師コンビでございますね。あ、それではネタの方からお聞きください、どうぞ。うー、風呂上がったね、帰ってきや。ちょっと、え、さっき携帯見たいけど、私以外の女から LINE 来てたんやけど。勝手に携帯見んといてって。なんで私以外の女と LINE してんの？もうそもそも女友達やから。そんなん友達か分からへんやん。浮気してたんでしょ？もう浮気なんかしてないって。絶対してる。いや、してないって。してる。してないって。してる。してないって。入ってくるわ。うん、さっきの女の LINE 消しといてね。もうそんなん嫌やって。消しといて。嫌やって。消しといて。嫌やって。消しといて。嫌やって。風呂入ってくるわ。うん。ちょっと。え？腹減ったんやけど。は？じゃあさっきご飯にする？それともお風呂に入ってくるわ。うん。風呂の方に歩いてくるわ。うん。あ、シャンプー手に出してくるわ。うん。あ、もちろん、ボディーソープも。おう。あっ、スープシューしちゃおっかな。おう。あっ、これ言って大丈夫かな。はぁ、あ、風呂入ってくるわ。おう。ちょっとあゆみ、え、なんか土曜に一緒に泊まる予定のホテルからキャンセル完了したってメール来たんやけど。ああ、キャンセルしといたで。え、なんで？いや、
土曜はがっつり家で風呂入りたいなと思って。やっぱ食べようって言ってたよ。そんなん風呂入って携帯いじってビール飲んだ方が幸せやんか。いや、金閣寺とかも行こうって。さっきから何なの？は？金閣寺に風呂あんの？いや、ないけど。金閣寺に風呂あるんやったら行く意味あるけど。なんやったら行く意味ないやんか。ないけど。行く意味ないやんじゃ。あった。は？風呂あったから行こう。金閣寺に風呂あんの？あ。それは言うたわね、あんた。じゃあ今から金閣寺に電話して。今から風呂行きたいんですけど、風呂ってありましたっけって聞いて。いや、そんなんせえへんって。ありますって言われたら私行く。もう大体風呂好きすぎんねん、お前。はぁ？な、なんなん？え、もういいやん。じゃあさっきのライノーナと一緒に金閣寺行ってきたらいいやん。まだ言うてる。行ってきたらいいやん。いかんって。どうせあれでしょ。あの女と一緒に風呂入ったんでしょ。入ってないって。絶対入ってる。入ってないって。どうせあれでしょ。あの女も毎日風呂入ってるんでしょ。そら入るって。絶対入ってる。だから入るって。どうせあれでしょ。あの女も2プッシュしてるんでしょ。知らんって。絶対2プッシュ。頭おかしいんか、お前。もう嫌！やめろ。落ち着けて。もう嫌だろ。あなたを殺して、私は風呂入ってくるわ。ああ、どうもありがとうございました。ああ、面白い。あ、いい。いいです。なんか俺なんかの番組 NSC の YouTube かなんかで一回一緒やったよね。あ、はい、あ、はい、ああ、それなんかめっちゃおもろかったの。何のネタしたっけあれ。後遺症を残しそうな。そうだ。いや、なんか、言うて、内容言うてあれやな。YouTube の NSC の、吉本アカデミーで上がってる。ああ。めっちゃおもろかって。そう。ありがとうございます。ということで、改めまして、はいはい、タケトラのお二人です。よろしくお願いします。お願いします。いやー、僕はもう、その時のネタのもう、印象が。だから、基本、こういう感じ、ちょっとこう、くすぐってきて、ガッと笑かすぐらいの感じの。いや、まあそんな俺もそのネタと多分、はい、あの何本も見たことないから分からへんけど、うん、はい、そう、でもなんかそういう感じなのかな。どうなんですか、いつもコントを基本やられてるんですか。そうですね、決めてるわけじゃないんですけど、なんか勝手にコントが多くなっちゃってます、ね。どう思いつくんこんなんて。俺やっぱその才能ないから覚えてさ、うん、なんか風呂がおもろいってまず何それって。いや、なんかその僕のお母さんから発想を得てるんですけど、このネタは。お母さんがなんか風呂入ってくるわって僕に4回言ってきた日がありまして。それはおもろいな。入れや。なんでこいつこんな言ってくんねやろと思うとこからなんとなくできたんや。だんだん嬉しそうな顔になっていくんですよ、なんか知らないですけど。いや、おかんめっちゃおもろい人や、そうなったら。いやー、でもまあ見事合格ということで、初のオーディションはどうやったんですか。そうですね、なんかもう今まで NSC のライブとは全然違って、うん、先輩方 もたくさんいらっしゃいますし、うん、初めて立つ舞台でもうめちゃくちゃ緊張したんですけど、うん、僕ら思ってた以上に受けて、うんうん、もう言ったら人生で一番ぐらい受けたんですよ、うん、受けた。すごいな。もう次の日メッケモンのライブがあって、その前日の受けを取り返すぐらい滑りました。プラマイ。あるある。めっちゃある。その、うん、寄せでワンステ目死ぬほど受けて、ツー、うん、ステ目、あれさっきなんか俺、記憶飛んだんかなぐらい滑るときとかあるから。同じことしてんねんけどな、とか、ね、あるよな。でも見事合格やから、かなりやっぱ手応えはあったよ。いや、手応えは結構ありました。ね、受けましたね。はい。いや、すごいなぁ。前回、岡本くんの方が70カ国を旅したっていうの、僕もなんとなく覚えてるんですけども。うん、あ、そうです。なんか前回、プレゼンで出させていただいて、うんうん、なんかその70カ国旅行したんで、なんか行くべき3つの国を紹介しますみたいなんで、出させていただきました。それ、そうか。それも配信でもなんかやってたよな、それ。あ、そうですね。その後、なんかその変形させた特技みたいな。それちょっと、うん、デブ君にちょっと披露してもらっていい？うん。いや、その僕、海外に70カ国ぐらいちょっと旅行した経験がありまして、うん、大体まあ、どの国でも大体行ってるんで、うん、デブさんに国名を言っていただけたら、はい、即その国で僕が経験した、他であんま聞いたことないエピソードを、まあ、すぐ返させていただくっていう。え？これすごいっすよ。まあ、それこそ僕らマルセイユなんで、フランスと。
あ、フランスは、あの、凱旋門の前で女子中学生10人に囲まれてビン出されました。気になんねん。その、ステーキしかくれへんねん。メイン力だけ。何々があって、何々があって、うん、女子中学生にビンタとかじゃないのよ。はもうビンタされたという事実。他にもいろんな国ある。じゃあ、まあ、韓国とか好きなんで、僕。韓国はキムチ食べました。急に薄い、ね。いや、薄いとかじゃない。はい、事実やもん。事実か。そうそう。つけないから、すいません。そっかそっか。じゃあ、南米のブラジル。あ、ブラジルは監禁されました。気になんねんな。そこそれだけもういただけるんや。そうやね。あれはセルビアは？あ、セルビアは木のでっかい木にぶら下がってる湖のほとりのブランコで1時間過ごしました。トリニダード・トバゴは？はい。はい。トリニダード・トバゴは？みんなどうもすみません、言ってないです。これがいいっすけどね。ないのはないって言ってくれる。そうかそうか。大体みんな嘘ついて、なんか言っちゃうんですよ、ね。言うんですよ。岡本ちゃんはね、ないことはないっていう。これが俺もなんかめっちゃツボって。はい、これちょっとないっすね。なんか嘘ついて海きれいですとか言ってまいそう。なんかその逆に、はい、チェコは？チェコは、チェコ、あ、チェコ。チェコはパン食べたぐらいですかね。チェコは行ってんのよ。行ってんすね。その今ないんかなと思った。ないんかなと思った。チェコパン食べてんの。他のところでも食べてるやろ。ないんかね、この特技。めちゃくちゃおもろいわ、俺も。ずっとおもろい。これでも相方もなんか関与できたらええのにな、なんかめっちゃおもろいから。その西日本から出たことないんで。あ、それなんかそれも前やった。そうなんや。以外知らん。いや、これはなんか使えそうな気がするんでね。あ、僕めちゃくちゃ好きな。事実を言う。事実を言う。むっちゃ今の時代に合ってるよ。嘘ついてない。そう。タケトラもあれですか？ SNS とはいろいろやりながらって、Twitter、Instagram やりながらって感じですか？はい、いろいろ YouTube とかも最近僕ら始めまして、はい、圧倒的に竹虎っていう名前で YouTube をやってます、はい、圧倒的に竹虎っていう YouTube チャンネルやね。そうです面白いネタだったり面白くないネタだったり上げてます、はい、面白くないのは上げないでください。面白いな。面白くないネタを上げてます。事実なんやそれは。そっちも見てみたいわ。見てみたいわ。もう帰り今日絶対チェックしよう。あ、すいません、僕があの個人でツイッターやってるんで、うん、あの週4でなんかイラスト描いてるんで、よかったら竹虎龍也で検索してください。わかりました。龍也、うん、あ、芸名が龍也っていうんです。そうなんや。出てきたんですけど。なるほど、はい、なるほど。じゃあそれで調べていただいて、ぜひ皆さんそのツイッターのもチェックしていただきたいと思います。はい、ということで竹虎ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。ベビー、あれめっちゃ好きなんですよね、僕。70カ国行ってるからな。そう、行ったことあんねん、ここっていうのでもおもろいね、ちょっと。ハッシュタグラフネクの皆さんツイートを見ていきましょう。はい、行ってないのはないって言えるのいい。そうなんですよ。ないです。風呂入ってくるはかけるよ。いや、すごいね。そういう発想でね、出てくるとかね。実はナックルズ。ぜひ皆さん YouTube チャンネルね。実はナックルじゃないか。うん、実はナックラーか。実はナックラー、うん。ぜひ皆さん YouTube チャンネル登録してあげてください。はい。まあ、そんなもんでございましょうかね。うん、ということでございまして、たくさん皆さんありがとうございました。はい、以上、一押しマンデーネットナイトでした。さあ今日は、一押しマンデーネタナイトということで、はい、フレッシュな卒業生にも2ヶ月ぐらいのね、後輩の皆さんにネタをしていただきましたけども、いかがでしたか。はい、インダスガンダス、インダスガンダス、ナックラ、ナックラ、タケトラ、タケトラ、全員才能があって、うん、その才能に嫉妬する1日でした。すごかった。なんかちょこちょこ、はい、そう、なんか俺はそれが悲しかったら、なんか面白いって笑ってたのに、なんか、はい、そのどうでしたかって聞いた時、うん、
なんかややマウント気味のコメントしてるあなたが嫌でしたけど、ならもうちょっと上から先輩ずらしてるなと思って聞いてましたけど、この子らが1年も経ってないやと思ったら、そうやけどすごいなっていう、すごいなって言うたらええやん、はい、今もね冒頭なんか、うん、いや才能がとかその言わへんやん普段、そんな言わないですね、なんでちょっとカッコつけてさ直接言うのはちょっと恥ずかしいのでみんな面白かったわって言ってたやん、まあ、なんでカメラ回ったらいや才能がとか、なんでそんな感じなの、ほんま次会ったらほんま才能だけもらいたい。いやいや、そういうこと言うてんちゃうねんけど。まあそれぐらい嫉妬するぐらいね、面白い。いや、本当面白かったです。お前の方たくさんいますので、はい、またね、ぜひ劇場でもチェックしていただきたいと思います。はい、また来週聞いてください。さよなら。ありがとうございました。